よ。困ったもんだ。これは YouTube だよ、きっと。うん、そうそう。うん、それで、俺がタバコ吸ってるとこ、うわ、蚊に食われた、蚊に食われた。あ、そう、火つけんでいいと。うん。違うんだった。火つけんでよかタバコがあったよ。これは蒸気なのね。燃してるわけじゃない。そしてあれが出っと、煙みたいな、なんかあれがね、蒸気が出る、蒸気が。ニコチン入っとらん。いや、ニコチン少しある。10% ぐらい、うん、普通のタバコ。やっぱちょっと臭いもんね。やっぱ入っとってる。10% 入ってる。出なきゃほら、風邪をひいた時はね、タバコ吸えん時から、ね、吸わんじゃなくて吸えんって。そうそう、うまくないけどね。うん、2日ぐらいやっぱ。それでね、3回か4回やめた。2日ぐらいね、タバコ吸えん時が。だって俺はもう入院してからやめたけど、よかったよ。もうそれでいいのよ。それでまた吸うきっかけは、酒飲む時。ああ、そうだよ。酒飲む時ってお客さんと飲む時、特に。うん、酒は飲む時、タバコ吸う人はおるもんね。やめとってもね。やっぱりね、間が持たないのね、どうしても。まあ基本的にスケベの話をすれば、一番喜んで乗ってくるんだけど、そうするとタバコ吸わなくていいんだけどさ。でもタバコ吸いよったもんね、30本ぐらい吸いよったもん。俺だいたい12、3本よ。あ、そんくらいなら少ない。このまずいタバコ。そう、普通のタバコとやっぱ違う。いや、吸ってみる？いや。全然吸うとしたらまた吸うの、うん、味がないから。味なかずだよ。うん、でもやめたらええやな。いや、やめた。これだといつでもやめられるって気がする。ところがやめられるんですよ。うん、そうこれしつこく吸ってんだよ。香らしてた。これ朝がダメなんだよね。気持ちいいわ。それ動画ね。動画 YouTube に載るから。黙っとらせてから動画 ね、もうすがんとわからんって。 YouTube とかなんとか超わからん。